フレゼリク・エミール・アウグストは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルク家の講師で、デンマークの軍人、政治家。ドイツ語名は、フリードリフ・エミール・アウグスト。アウグステン暴行フレゼリク・クリスチャン2世とその妻の、デンマーク王女ルイーセ・アウグスタの次男として生まれた。母は、表向きは、デンマーク王クリスチャン7世の娘とされていたが、実際は、王妃の不義の子であったようである。 また、姉のカロリーネや周りへはクリスチャン発生用の火であった。1831年から1832年にかけて母ルイーセ王女がグレーンボールトとその隣にあるノアーの所領を購入するとフレゼリクは母の新しい領地にちなんでノアー公使と呼ばれるようになった。1845年にシュレースビヒホルシュタイン総督のフリードリヒフォンヘッセンカッセルが亡くなると 同じく、デンマーク王家の演者であるフレゼリクが同族を引き継いだ。フレゼリクと兄のアウグステンボーコ・クリスチャン・アウグスト2世の兄弟は自分たちをシュレースビヒ公国及びホルシュタイン公国の、そしてデンマーク王位の正当な継承権者であると考えていた。兄弟の目標は、シュレースビヒホルシュタインをドイツ連邦に併合し、 また両公国に自由主義憲法を制定することだった。1848年革命が起きると、フレゼリクは親ドイツ勢力の樹立したシュレースビヒホルシュタイン臨時政府に軍事大臣として参加した。フレゼリクは、レンツブルク要塞の奇襲作戦をはじめとして、1848年から1851年まで続いた第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争で、 シュレースビヒホルシュタイン臨時政府軍を指揮した。デンマーク王国に対する独立反乱に参加したため、フレゼリクは反乱軍階層と同時にデンマークを脱出した。デンマーク国民はフレゼリク公使の肖像画がプリントされたオマルに用を足して留意を下げた。1864年、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世はフレゼリクをノア公皇に除した。 1829年、フレゼリクは、また10枚の白爵令嬢、ヘンリエッテ・ダンサムと結婚した。ヘンリエッテは、デンマーク王クリスチャン五世の諸子のシャ子にあたる、女性であり、夫と同じくオルデンブルク家の男系子孫の一人で、ある。また、フレゼリクの兄、クリスチャン・アウグスト二世も、ヘンリエッテの姉、ルイーセを妻としていた。夫妻は4人の子供を設けた。 ヘンリエッテの死後、フレゼリクは死の前年の1864年にアメリカ合衆国の女子相続人、メアリー・エスター・リーと再婚した。これは既戦結婚だったためフレゼリクはアウグステンブルク家の相続権を失ったが、最初の結婚で生まれた子供たちの相続権は取り上げられなかった。フレゼリクとメアリーの間には子供はなかった。フレゼリクの死後、メアリーは プロイセンのアルフレート・フォン・バルダゼーゼ将軍と再婚した。ありがとうございます。